リームをご覧の皆さん、どうも、ゴーイングアンダーグラウンドボーカルの松本壮です。ということで、久しぶりに登場なのか初めての登場なのかちょっとわからないんですけども、我々ゴーイングアンダーグラウンド、3月5日にですね、一人ぼっちになる日のためにというアルバムが、リリースされます。これ約1年半ぶり、久しぶりなんですよ。で、10曲入りで、作った本人的には、まあ、当たり前ですけど、気に入ってます。気に入ってますね。で、なんか今回アルバム、どんなアルバムかっていうのをこう皆さんにどうやって説明しようかなと思ったんですけど、割とそのゴーイングってこういうバンドだっていう皆さんがこう持ってるイメージ、少なからずあると思うんですけれども、そこを考えずに自分たちの思うゴーイングアンダーグラウンドってこういうバンドでしょっていうところをですね、突き詰めたアルバムになってます。なので結構本当に爽やかなというか、曲が多いです。で、いい曲が多いですね。メロディーが立ってるような、これぜひ聴いて、そしてですね、3月の22日から、ツアーがあります。神戸から、いっぱいありますんで、ぜひそちらの方にもね、来てもらいたいなと思います。まあ、今一番ライブ大事です、僕ら、プライオリティ的にはライブ CD ですね。なので、ライブの会場の空気感っていうのだけは、まあ、なんというのかな、 CD にもパッケージングこれできないと思ってますし、ダウンロードもできないので、ぜひそういう生ものの、音楽のこう立ち上がっていく場所にですね、皆さんも来てもらって、で、一緒にそのロックンロールっていいぜって思うような、ロックっていいぜみたいなところをですね、共有できればいいなと、思っております。というわけで、また今年も一つよろしくお願いします。ゴーイングアンダーグラウンドボーカル松本壮でした。